第一章。勝ちに見放されたガキ大将。郷土の先輩を誇りとして。稲盛和夫は昭和7年、1932年1月21日、印刷業を営む父・気斎一、母・紀美の次男として、鹿児島市薬師町、現在の鹿児島市城西一丁目に生まれた。彼の生まれた昭和7年というのは、満州国が建国されるなど、軍部の力が急速に伸長していた時期にあたるが、暗い雰囲気はまだない。むしろ、日清日露という二度の対外戦争に勝利し、世界の一流国への道を駆け上っていく高揚感に包まれていた。このわずか十数年後、空襲で逃げ惑う事態になろうとは、誰も想像すらしていなかっ